はい、こんにちは。クラッシュオブキングス続きやっていきたいと思います。今回はね、イベントの告知でございます。前回のね、動画の終わりに、イベントやりますとちょっとね、言ったと思うんですけど、その詳細でございます。今回なんとめぐみキングス VS ファミ通同盟、こちらのイベントをやります。あのファミ通です。それを我が同盟がやっつける日がついに訪れました。やっつけられるかわからないんですけど、ついにね、ファミ通同盟 VS めぐみ同盟ということでね、戦いになりますよ。ちょっとみんな言ってみましょう。ファミ通と次やるよ、やるよ、じゃあね、やるよ、勝つよ。じゃあね、ちょっとあれですよ、我が同盟のレベルをお見せしましょう。70人分の70マックスで、同盟戦闘力20、100、1000万、10万、100万、1000万、約2000万ですね。で、お城を見ると、見ていきましょう。こちらがね、私のお城、メインですね。レベル20。そして隣にいるのが、サブ同盟をね、運営していただいているゆきさん、レベル22。その他も見てください。15、16、15、15、他ももう大体10超えてますよね。そして18。ランク高いですよ、みんな。16、18、などなど、もうね、16、そうそうたるメンバーですよ、17。皆さんね、毎日毎日一緒にやってくれて、19。大変心強いでございます。みんな、勝つよ、勝つよ。じゃあね、相手のファミ通同盟、視察してみますか。視察してみますか。座標はもう聞いております。こちらです。行ってみましょう。これがファミ通同盟です。ファムってついてますね。おそらくこの方が名手なんじゃないかなと思います。天狗寺さん、15。で、さすがに、こう、団結力がすごくて、こう一気に隙間なく埋まっている感じですよね。ただ、まあ、寝とけですから。寝とけですから。私、言うても、長くやってますよ。で、同盟メンバーもずっと一緒にやってくれてます。なので、まあ、こうパッと見では、いくらね、いくらファミ通といえども、我が同盟には、勝てないのではないかなと、思います。対決の内容は、まだ、秘密なんですけど、直接ぶつかり合うわけではないです。みんな見てみましょうか。戦じゃ、負けないように頑張ります。怖い、早く強くならなくては頑張ります。ちょうど兵がやられて回復中、回復しましょう。頑張ります。ウェヒー、頑張りましょう。みんなで頑張ります。あ、多忙よ、勝ちますと。頑張りました。了解です。加速使っちゃいましょう。勝ちましょう。城19を間に合わせるよって、兵士たくさん作っとこう。みんな、士気も万全でございます。こちらのめぐみキングス、士気が高まっておりますよ。これは負けないでしょう。負けないでしょう。いや、勝っちゃうんじゃないの？勝っちゃうんじゃないの？で、告知としてあれなんですけど、次回の動画、そのファミ通さんとのイベントの動画は、この私のチャンネルではなく、ファミ通さんに、ファミ通のチャンネルがあるんですね。そちらの方に、イベントの内容というか、イベントをやったところはアップされます。なので、そちらでご覧いただければと思います。リンク先は概要欄貼っておきます。その、今回の私の動画の次は、だから、イベントの動画ではありません。その、ただ、イベントをやった後の動画にしようと思ってるんで、次の動画は、まあ、イベントの裏話、どうしてうちのチーム圧勝しちゃったのかなみたいな裏話、まあ圧勝する程度喋ってますけど、まあいいんじゃないですか、勝てるんじゃないですか。もうみんなね、士気が上がってますから、兵が秒単位で作れる、加速してますね。微力ですが頑張ります。回戦は相手同盟と話し合って行うのですね。ファミ通いつやるんですか、それに合わせて調整しておきます。みんなもうガチですよ。ファミ通軍団の座標分かる方いますか。もうチャットがどんどん来てます。士気高すぎ。よし。これでね、
勝ちますよ。なので次の動画はファミ通さんのチャンネルでアップされますが、そちらでイベントを見ていただければと思います。私の動画はその裏話をします。というわけで次回ファミ通同盟対めぐみキングス戦います。さあニコ生で、ニコ生のね、公式イベントで優勝した時にいただいた、この、キング冠、クラウン、キングの冠、このキングの冠を、ファミツーさんぜひ、全力で、取りに来てください。これを取りに来てください。私は絶対にこのクラウンは、渡しません。というわけで次回、ファミツー同盟と戦います。また、会いましょう。レッツキック。